お、全員揃ったな。ほんなら、いただきます。いただきます。あー、うんま。食べるの早。ほんま、ここの料理めっちゃ美味しいな、ゆうくん。せやな、小春。いろんな種類があるのもええな。おー、白石、それ何食うてんの？めっちゃうまそうやん。ん？チーズリゾットやで。あら、めっちゃおしゃれやね。明日、あたしも食べようかな。ぬふふ。浮気か、小春。なんでそうなんねん。そういえば、白石班はチーズリゾットが好き言うてましたな。まあ、うまいもんな。でも思てんけど、チーズリゾットって改めて考えたらめっちゃ高カロリーやな。そら、チーズと米やからな。何でも完璧な白石やから、好きな食べ物も健康志向のものかと思うてたわ。確かにな、ちょっと意外かもしれん。うんうん、そやね。まあ、みんなの言う通り、普通のチーズリゾットは健康的なイメージはあんまりないかもしれへんな。え、白石が食べてるのは普通のやつじゃない？普通のって、普通以外に何があんねん。それな、完全食や。完全食？最近ハマってんねん。あら、クラリンらしいやん。完全食ってなんや？なんや？健康を維持するために必要な栄養素を全て含んだ食品や食事のことやで。なるほどな、小春はほんま物知りやな。こんなん常識やで、ゆうくん。まあ今食べてんのは普通のチーズリゾットやけどな。いや、普通なんかい。普通なんかい。あ、同じこと言うた。完全食ってサプリとか粉のイメージやわ。ああ、それわかるわ。宇宙食みたいなやつやろ。そうそう、ブロック型の固形食とかチューブに入ったゼリーみたいな。あんまりうまそうやないですね。せやな、俺もわざわざ食べたいとは思わんわ。それは誤解やで。完全食にはパンにパスタ、カレーなんかもあるんや。え、そんなんもあんの？普通の飯やん。意外とバリエーション豊富なんやね。せやね、一口に完全食って言うてもいろいろある。もちろん固形食やゼリーもあるけど、味も見た目も普通の飯と同じでも体に必要な栄養素が全部詰まってるものもあんねん。じゃあそっちの方がいいじゃん。それを食べるだけで身も心も満たされるんや。サプリメントで不足しがちな栄養素を補給するくらいなら完全食を食べるのもええ。例えば間食を完全食のクッキーにしたりな。へえ、奥深いんやな、完全食。最近いろいろ進化してるんや。でもお高いんでしょ？なんか通販始まった。それがなんと初回は 20% オフで提供させていただいております。買いに行くのもめんどくさいし。そんな手間はかけさせません。インターネットでポチ、これだけでええんです。やだ、そんなお手軽&お手頃なら私買っちゃう。通販サイトはこちらから。みんなのアクセスお待ちしとるで。お、誰が突っ込むんや。これでみんなも明日からお手軽完全食ライフや。なんやねん、このしょうもないコント。完全食、ちょっと興味出てきたかもしれんわ。なあ財前。まあ少しは。
ほんまに？なんか嬉しいわ。ほんなら一緒に健康体操もしようや。何健康体操って？ラジオ体操みたいなもん。それは別にええです。なんでやねん。いや、めんどくさいし。健康にええのに。それにな、財前、一緒に健康体操やったら俺の風船も割れるようになるかもしれへんで。ならへんならへん。俺に割られる前にな。は？なんてな。何言うとるんですか。え、財前ちゃん、風船割られたん？俺と小春がせっかく守ってやったのに。あれ、小春もユージも知らんかったんか。わしも知らんかったな。俺もや。なんや、風船割られたこと黙っとったんか、財前。うっさいっすわ。俺らの仇取ってくれるんちゃうかったんか。かわいいな、財前ちゃんは。ああ、うっさいうっさい。次は真っ先に割ってやりますから、覚悟しといてください。ああ、出て行ってしもた。でも怒ってるというより、今度は負けへんみたいな感じやったよね。まあ、後輩のケツに火つけんのも俺ら先輩の仕事やしな。財前にも次期部長としてもっと強なってもらわな。白石班の言う通りや。お笑いの方もうまなってもらいたいわ。ま、俺らにはかなわんけどな、小春。せやね、ゆうくん。よっしゃ、俺らも昼休憩十分取ったし、そろそろ練習戻ろうか。後輩に負けんようにな。おう。あ、いたいた、白石。ん？ああ、立花君か。どうしたん？ちょっと聞きたいことがあってな。白石、蕎麦を打てるって本当か？ああ、打てるで。って言うても俺が打ったことあるんは薬草蕎麦やけどな。薬草？蕎麦に薬草を練り込んだやつやね。よもぎとかメナモミとか、体にええし美味しいで。メナモミ。でもどうしたん突然。お前のとこの石田が教えてくれたんだ。うちの部長蕎麦打てんでって。蕎麦打ちは前から興味があったんだが、周りにできる人がいなくてな。よければ教えてくれないか。いや、そうそうらへんと思うけどな、蕎麦打ちできる中学生。おお、もちろんええで。俺もそろそろ作りたいなと思ってたとこやね。ちょうどええし、早速やろうか。ああ、頼む。そばがあるのか。大地先輩。あ、大地さん、今からお昼ですか。大地さんもそばが好きなんですか。さらしなそばが好きだ。そうでしたか。薬草そばでよければ今から作るんで食べますか。ああ、もらおう。ほんなら大地さんの分も作ります。まずは材料を。あ、あかん、肝心の薬草がないわ。突然だったからな。薬草はいつもどうやって手に入れてるんだ。ああ、自生してるのを積んでくるから生えてるところがあったらええんやけど、この辺やったらどこかな。うん、ついてこい。え、おじさん。こっちの方の山はあんまり来たことなかったわ。おじさん、ええとこ知ってますね。うん。ん？あれは？あれは？あれ、月さんと中学生や。どないしたん？こんなとこで。ちょっと薬草探しに来たんです。ああ、だから月さん。あとは頼む、毛利。毛利さんこそこんなところで何してるんですか。ちょっと植物見とって。
この辺りはいろんなのが生えとるしな。植物詳しいんですか？ちょっとな。でも薬草か。よっしゃ、ええとこ知っとるから案内したろけ。ほんまですか？お願いします。ほら、ここや。この辺りはいろいろ生えとってな。ナルコユリにサラシナショウマ、オーレンもあるな。あとは普通にアケビとか。アケビしかわからへん。へえ、薬草の宝庫ですね。こんなところにあるの知りませんでした。俺には全くわからない世界だ。なんだか新鮮だな。さして興味はない。何に使う薬草なん？専門ってわけとちゃうからあんま詳しないけど、ある程度はわかんで。すげえ。薬草そばを作ろうと思ってるんです。桑の葉とかどうかなって思ってたんですけど、あったりします？ああ、それならあるで。ほら、この木や。何でもあるやん。ほんまや、ありがとうございます。白石、俺も手伝おう。ほんなら立花君、この桑の葉を集めてくれるか？わかった。これだけあれば十分や。毛利さん、ありがとうございました。ええね、俺も楽しかったしな。なんかお礼をせなあきませんね。お礼なんて大層な。ああ、ほんなら毒草のこと教えてや。毒草ですか？何がええやろな。あ、ちょうど洋州山ごぼうがあるわ。これめっちゃ美味しそうに見えるでしょ。洋州山ごぼうって何？お、ちいちゃいブルーベリーみたいでうまそうやわ。山ごぼうやのにブルーベリーみたいな。これ毒草なんです。実際にはあんまり毒ないんですけど、種と葉と特に根が一番強い。山ごぼうって入ってるから食べられると思われがちやけど、毒草なんで気ぃつけてくださいね。へえ。ほう、なるほどな。森あざみの山ごぼうとちゃうんやな。何何何、いろんなワードが入ってくる。勉強になったわ。おきに。こちらこそ。よっしゃ、ほんならこの桑の葉でめっちゃうまいそば売ったるで。はあ、見た目はなかなかうまいことできたな。ああ、白石の指導のおかげだ。いやいや、立花君の腕が良かったんやって。ほんならあとはこれを鍋で湯がくだけや。お、ちょうど湯が沸いたみたいだ。よっしゃ、切ったそばを入れて様子見ながら待つ。なあ、そろそろできそうか？湯がけたら終わりです。ほな、俺は皿とか用意しとこか。手伝おう。ありがとうございます。何やってんすか？おう、カイドウ君、お疲れさん。ええとこに来たわ。薬草そば作ってんけど一緒にどうや？薬草、俺は遠慮しておきます。なんか苦そうやもんな。あ、腹は食べる気満々みたいやけど。やっぱりいただきます。お、ほんなら準備するから待っててな。何人分作ったん？さあ、できたで。一体どんな味がするのか楽しみだな。ま、食べてみようや。いただきます。いただきます。いただきます。うまい。茶そばみたいや。へえ。うん、確かに茶そばですね。どんなものかと思ったが、緑の香りがそばに合う。お、味も上々みたいやな。おじさんはどうです？ああ、悪くない。そら良かったです。カイドウ君は？うまいっす。
よかったよかった。帰ったら妹にも振る舞ってやりたいな。それとうちの後輩たちにも食わせてやりたい。ありがとう白石。いつにない体験ができて勉強になった。俺の方こそ楽しかったわ。ありがとうな。美味しく仕上がってくれた蕎麦と山の緑にも感謝やわ。確か荷物が届いてるって。ああ、あったあった。これか。あれ？同じ箱が4つ？俺こんなに頼んでたっけ？なんか宛先とか書いてないの？もしかして間違って頼んでもうたか。あっちゃあやってしもたな。深夜やったし寝ぼけとったかな。何頼んだ？おう白石。お、黒羽君や。なんだ、お前も何か頼んでたのか。お前もってことは、なんやこれ、黒羽くんのか。俺が間違えて4つも頼んでしもたんかと思ったわ。ん？俺が頼んだのは1つだが。え？ほんならあと2つは？ん？先客がいたか。おお、真田くん。もしかしてこの荷物真田くんの？ああ、届いたと連絡があったからな。これで3人、もう1人は。おっと、みんないたのか。誰や。誰だ。誰だったか。山吹中の東方正美だ。冗談や冗談。もしかして東方君も荷物取りに来たんか。よかったな、冗談やって。そうだよ。お、ほんならこの箱の持ち主は全員判明したな。みんな同じ箱だよな。もしかしてみんな同じものを買ったのか。俺が買ったのはこの筋トレ器具だ。あ、俺も同じだ。俺もだ。俺もや。じゃあもう誰のでもいいやん、同じものやったら。うわ、奇遇やな。みんな筋トレ好きなん。ああ、テニスに関係なく日課になってるな。俺も日課だな。体を鍛えることは精神を鍛えることでもあるからな。俺も日々欠かさずに行っている。まさかこんなに同志がおるとは思ってなかったからめっちゃ嬉しいわ。せや、せっかくやしこの後一緒にトレーニングせえへん。お、いいな。俺も行こうと思ってたんだ。ああ、悪くないだろう。みんなのトレーニングの話も聞きたいしな。ぜひ。ほな、早速行こうか。部活ではみんないやいややっとるから、こうやって筋トレ好きが集まれるんは嬉しいわ。いやいややってるんや。せや、みんなは筋トレするときどんなところに気ぃつけてるん？そうだな、俺はまんべんなくかな。テニスや海遊びではつかない筋肉を補うように意識してやってるぜ。俺はトレーニング中の姿勢に気をつけている。正しい姿勢でないとしっかりと効果が出ないからな。基本的だが大事なことだ。俺は筋力を維持するトレーニングと筋力をつけるトレーニングとで分けてるよ。ほう。腹筋、背筋、腕立ては今ついてる筋力を維持するため毎日やっているが、その他の鍛えたいところはその日ごとに筋トレをする部位を決めている。やりすぎると逆効果だからな。せやな、やっぱり何事もやりすぎはあかんよな。バランスが大事やとか言っとったけど。キャー！黒羽、その程度で限界か。いやいや、そんなわけねえだろ。俺もまだまだいけるで。
限界だ。ダビデのダジャレが聞こえてくる。やばいやん、バレさん大丈夫か。もうあかん、腕がたるんど。なあ白石おるかって、何やねんこれ。いやー助かったわ、ゲンヤ。ほんまやで、筋トレのしすぎで倒れたお前らを解放して浴場まで案内してやってんから。なんかありがとう、ケンヤ。ほんまありがとうな。もうここまででええで。よくないわ、今度はのぼせて倒れられたら困るしな。俺は見張り役や。悪いな、押したり。うん、片付けない。もし倒れたら俺がマッハで駆けつけたるからな。頼んだぞ、なにわのスピードスター。え、今喋ったん誰や。俺だ。おお、さすがに無事に出てきたか。はあ、さっぱりしたな。トレーニング後の風呂は最高だ。うん、やはり汗を洗い流すまでがトレーニングだな。真田君ええこと言うやん。ほんまに今日は思う存分体も鍛えられたし、満足な一日やったな。うん、みんな、あ、ナイル川や。渡ったらあかんって、それを言うならサンズの川やろ。はっ、思わず次の渡りを待ってしもたかな。ステンフォージも賑やかでいいな。よくわからん。まあいろいろあったけど、みんなと筋トレできたんは勉強にもなったし楽しかったで。俺もだ。ああ、たまには意見を交わして他者のやり方を取り入れるのも悪くない。またやろうな。もちろんや。せやけどほどほどにしや。寝るな。ああ、二人ともお疲れさ。ああ、お疲れ。お疲れ様、いいデータが取れたよ。そりゃよかった。でも何のデータ取られてんのやろ、気になるわ。聞くか。ああ、なんか怖いし遠慮しとく。ところで俺は白石に聞きたいことがあるんだが。ん、なんや、またデータか。紅白対抗戦の時奇襲をかけようとしていたのに財前に声をかけたのはどうしてだ。ああ、あん時のことか。勝負いうんは勝つのも大事やけど、正々堂々と戦うのも大事やろ。こう見えてうちも実力派ぞろいや。そんな奴らと珍しく敵として戦うんやから、せっかくなら堂々とやりたいと思うでな。つい声かけてしもて。正々堂々か。なるほど、それが白石の考え方か。仲間の強さ肌で感じておきたいやん。同じチームでそばにおる奴らが強いからこそ自分も強くいられるんやから。ああ、その点については同感だ。強くいられる、強くなれるのは決して自分だけの力ではない。周りの環境、仲間に支えられてこその強さだ。せや、お互いに刺激し合って高みに登っていくんや。それってめっちゃ素敵な連鎖やろ。白石は考え方も模範的な完璧さだったと。いや、ほんま何のデータ取ってんねん。あれ、白石じゃん。お、本当だ。おお、
立会の皆さんお揃いで。何してんだ？ちょっとお使いや。剣屋からテニス雑誌の新刊買ってきてくれって頼まれてな。しかし持っているのは小説の書き方指南書だな。おっと、これはお使い分と違って俺が個人的に読みたいやつ。へえ、お前小説書いてんのか。なや恥ずかしいけど、実は校内新聞で連載しとんねん。おお、すげえな。うん、それは俺のデータになかった。そのデータいる？なるほど、白石のその発想力と語彙力が赤谷の成長につながったんだな。え、そうなんやろか。しかし柳くんから突然桐原くんをよろしくって頼まれた時はびっくりしたで。でも後輩を育てたい気持ちはようわかるからな。結果たまたまやったけど力になれたみたいでよかった。その件に関しては心から礼を言う。ありがとう白石。いやいや、困った時はお互い様や。まあでもうちのゴンタクレも育てんとあかんからな。なかなかよその子の面倒を見る時間ないんやで柳くん。悪かった。でもなんだかんだ言ってもよくやってくれたよな白石。そらだって、今は世界一を目指す仲間だしライバルでもあると。お前は言う。切磋琢磨してみんなのレベルを上げていきたいとお前は言う。さすが柳くんやな、大正解や。ちゅうわけでご近所さんよろしく、うちのゴンタクレも頼むわな。ゴンタクレはどこおっても大丈夫やね。ほらほら神尾くん、動き遅なってきてるで。はい。大鳥くん、サーブのスピード落ちてんで。はい。桐原くんにクラウザくん、熱くなりすぎや。ストップストップ。すいません。 Sorry。 天音くん、ダジャレ考えてる暇は与えへんからな。ほらほら、みんなへばってる暇ないで。まだまだ行くからな。あ、はい。みんなお疲れさん。お疲れ様です。様です。ほらベンチにドリンク用意してるから飲んどきや。タオルも置いといたで。さすが白石、完璧や。あ、ありがとうございます。ありがとう、ガラシ。天音くん、ダジャレのキレが落ちとるで。そこまで言われてる。うわ、すんげえ冷えてんな、このドリンク。これ、白石さんが？ああ、みんな熱うて疲れてるやろ、思うてな。ありがとうございます。うん。ん？どないしたんや、桐原くん。あ、いや、うちだとこんなことありえないから、なんか感動しちまって。立会はなんだか厳しそうなイメージがあるよな。厳しいなんてもんじゃねえよ。きっつい練習、きっつい先輩、それにきっつい平手。こんな優しいことしてくれる先輩なんてうちにはいねえの。はあ、うちにも白石さんみたいな先輩がいたらな。確かに部長としての仕事も無駄なく完璧ですごいですよね。 You're perfect。 そんな褒めてもアメちゃんすら出えへんで。まあでも独自とか包帯とかはなんかちょっと中二病っぽいっすか。確かにちょっとやべえけど。包帯なんて、ほう、大層な。へえ、ほんなら黒手見るか、俺の独習。いえ、大丈夫です。
練習戻ります。お、みんなやる気やな。よっしゃ、この後もビシバシ行くで。また小春に笑いのセンスがいまいちやって言われてしもたな。小春ちゃん厳しいな。お笑いのセンスってどう磨いたらええねん。もう分からんようになってきたわ。なんじゃ悩み事かな。うわっ、仁王君。あ、今の聞こえてた。恥ずかしいわ。あ、そういえば仁王君、俺にイリュージョンしとったよな。ああ、したぜよ。お願いや、俺の代わりになんかおもろいこと言うてくれへん。むず。それは無理じゃな。俺はオリジナルを超えることができん。今のお前以上になることはないぜよ。そっか、まあそれもそうやな。って、それってやっぱ俺がおもんないってことか。はあ、まあそう気を落とすな。3年2組14番、白石蔵之介くん。え、なんで仁王くんが俺の出席番号知っとるん。あ、まさか俺にイリュージョンするためか。細かいところまでよう調べてんな。確かにイリュージョンのためにある程度の情報は持っとるが、これはそのために仕入れたもんではないぜよ。え、ちゃうの。この間たまたま千歳と練習がかぶってな。その時あいつがおまんの教科書を間違えて持っとって、そこに書いとったんよ。なるほどな。そんなことまでよう覚えてる。って、それ俺がなくした教科書、千歳が持っとったんか。はよ返してもらうな。ありがとな、仁王くん。プリ。いった。え？白石よ、おまんは笑いを取ろうとせん方が面白いぜよ。すんません、包帯ってもらえますか？って、誰もおらんのか。まあ必要やねんから勝手に取っても怒られはせんよな。包帯もらいます。はい、ええよ。お気に、ちゅうわけで包帯包帯。すみません、消毒液を。って、おお、大石くん、どないしたん。白石じゃないか。どこか怪我を。ああ、俺は怪我じゃなくて、巻いてた包帯がボロボロになってしもたから替えをもらいに来てん。そうか、特殊の。それより大石くんはどっか怪我したんか。俺じゃなくてモモがな。ちょっとした擦り傷だから洗って消毒させようかと。モモシロくんか。まあ大事にならんかったんならよかったな。まあね、ちょっとした怪我は俺たちにはつきものだし。細かい傷は練習を頑張った勲章みたいなもんやな。そうだな。消毒液は、ああここか。包帯はいるか。いや、消毒液と絆創膏で十分だ。そうか。なんや大石くん、テキパキしてるし保健員みたいやな。実はそうなんだ。ほんまに？実は俺もやねん。え、なんだ、意外な共通点があったんだな。そうか、だから白石は包帯を巻くのがうまいのか。これは保健委員中より、おさむちゃんのせいで1年の時から巻かなあかんかったからな。まあそのおかげで保健委員でも大活躍や。ああ、なるほど。てか引き止めてごめんな。はよ桃城くんとこ行ってあげて。いや、こちらこそつい話し込んでしまった。それじゃあお先に。おーい白石くん。ん？ああ、仙石くんも買い物か。そうそう、今から行くとこ。こんなところで会えるなんてラッキー。ラッキー。ねえ、よかったら一緒に行かない？スポーツショップなんだけどさ。スポーツショップか。あ、俺も欲しいもんあるし一緒に行くわ。ラッキー、
そんじゃ早速レッツゴー。ん？ねえ、あの子可愛くない？え？せやな。お、じゃあ声かけに行こっか。行こう。え、いや、それはやめとこ。じゃあ、あっちの子は？あっちの子も可愛いよ。可愛いけど、声はかけへん。白石くんかっこいいのにもったいない。絶対女の子と仲良くなれるのにな。あ、じゃあ、あの子にしようよ。声かける前提な。しーひんて。スポーツショップ行くんちゃうの？それはそれ、これはこれ。あ、あっちの子も可愛いな。可愛い子いっぱいやな。あかん。今めっちゃ雪村くんに千石くんの五感奪ってほしいわ。やば。結局誰にも声かけられなかったな。はあ、そんなことばっかり言ってると五感奪われるで。ん？どうしたの？なんか疲れてない？そらそうやて。俺ナンパも逆ナンも、そういうのめっちゃ苦手やねん。へえ、なるほどね。いいこと聞いちゃった。え？あ、いや、だからその…そんなに警戒しなくても大丈夫だよ。最初から知ってたし。え？なんでや？合宿所のスタッフにも女の子はいるし、その子たちとあまりにも距離取ってるからさ、なんだか面白いなぁと思って見てたんだ。わ、無意識やったわそれ。失礼やったかな。気ぃつけな。んじゃ、克服するためにこれから女の子に声を。だからかけへんて。ダブルスの基本はチームワークだ、白石。おう、南くん。行くぞ、南、白石。へっ。よっしゃ、俺が行くわ。へっ。この位置は微妙だな。俺の得意なコース。東方なら俺に譲るが、今の相方は白石だ。その判断ができるかどうか。南くん任せた。ん？お、やるな。白石頼む。任せとき。はあ、ありがとう。お疲れさん。ああ、お疲れ様。お疲れ様。なかなかいい判断が多かったな。ダブルスの経験が少ないって本当か？ほんまや。せやから俺の理想の基本的なダブルスをしようと動いただけや。それでも組んでくれた南くんに褒められるとなんや嬉しいわ。本当のことを言っただけさ。多分南くんと東方くんとは考え方とかも似てるから吸収しやすかったんやと思う。練習の中でもちょっとずつコツを掴んでいけたと思うわ。二人ともありがとうな、付き合ってくれて。こちらこそ、いい練習になった。そういえば白石は俺たちと同じで基本に忠実だが、なんでお前は地味だと言われないんだ？気にしたこともなかったけど。あ、もしかしてこの独習のせいじゃん？独習？なあ東方、俺らも包帯巻いてみるか？巻いたところで心配されるだけやで。ああ、それで目立てるなら。目立たん目立たん。自分から言うといてあれやけど、二人が包帯巻いても普通に怪我やと思われそうやな。それな。まあちょっと見てみたいし言わんとこ。そや、ずっと気になっとったんやけど、紅白対抗戦の時二人はどこにおった？というかちゃんとおった？いたわ。一緒のチームだっただろう。さすがツッコミ慣れとるな。キレがあるわ。ったく、人で遊ぶなよ。紅白対抗戦だが、お前のとこの財前とも戦ったんだからな。お、そら初耳やな。
うまく避けられて当てられなかったのが悔しかったな。ああ、次は絶対に割ってやる。そらどうやろな。うちの財前も負けず嫌いやからな。輝いてんな白石。筋トレメニュー、藤君はあと何が残ってる？あとはレッグカールかな。何レッグカールって？そうか、俺もあと一つや。最初はこのメニューかなりきつかったけど、もう慣れたもんだ。せやな、着実に俺らも力がついてきとるっちゅう証拠やな。だね。中学生同士の合宿は今まであったけど、高校生がおるとまた全然違う刺激がもらえる。うん、世界ってこんなに広かったんだって実感させられたよ。全国で優勝したからって満足なんかしてられない。お、言うやん藤君。でも俺も負けへんで。よっしゃ、ラストワンメニュー、これ終わったら何食べようかな。もう夕食のことを考えてるの？せやで、頑張ったらちゃんと自分をいたわる。バランスが大事や。一理ある。藤君は何食べたい？そうだね、僕はやっぱり激辛メニューかな。好きやな。白石も一緒にどう？せやな、まあタイミングが合えば。今日はその気分ちゃうからな。本当に嬉しいな。じゃあ都合がいい日を教えてよ。うちの部じゃなかなか付き合ってくれる人がいなくて。ああそうか、ああそうか。こら逃げられそうにないな。ちゃんと牛乳用意しとこう。甘いで、しとせ。相変わらず無駄がなかねえ。お前もなかなか読めへんわ。はあ、ああ勝てへんかったか。ギリギリだったばい。疲れた疲れた。なあちとせ、もう少し付き合ってくれへんか。うん、疲れとるばってん。白石の頼みやけん断れんて。仕方なかねえ。ちょっと休憩したら付き合ってやるべ。ありがとうな。なあ千歳、強くなるためにはどうしたらええんやろな。なんねえ突然。純粋な疑問や。左源活俺にもわからん。なんで俺に聞くと？千歳は肩にとらわれんとひょうひょうとしてて、未知のものにも興味とか関心とか高いやろ。俺の信念とか俺のテニスとか全然ちゃうところにお前はおる。それがたまにめっちゃ羨ましくなんね。優劣つけるわけとちゃうんやけどな。白石、せやから千歳から見たテニスはまたちゃうんかなって思って。焦ることなかよ白石。必要なものは必要な時に見えてくる。白石にもその時が来るばい。多分な。多分って。でもそれもそうやな、千歳の言う通りかもしれん。必要なものは必要な時見えてくるか。確かに瞑想しててもラジあかんしな。よっしゃ、気取り直して練習再開しようか。ねえ、その生きて。